はい、テスです。大丈夫ですかね。久しぶりになりますが、よろしくお願いします。この時間のお相手は個人バージョン YouTuber、皆様に紹介いただく YouTuber、シムシトランがお送りします。リッキーさん、こんにちは。いらっしゃいませ。本当にお久しぶりになります。よろしくお願いします。さて、いつもね、土曜日は J1 をやっているんですけども、今週と来週は、J1 がお休みです。まあ、その裏でね、J リーグワールドチャレンジっていうのが行われてるんだり、あと今、ちょうど、試合が行われてるんですけども、FIFA の、女子ワールドカップですね。こちらの、ザンビア対日本が今、行われています。この、FIFA、の女子ワールドカップ2023、オーストラリア、ニュージーランドは、FIFA プラスっていうところでね、ストリーミングで、見ることができます。無料で。ね、気になった方はぜひ。今、後半の結構もう遅い時間になってるかな。0対4で日本がリードしていますというところですね。さあ、この時間はですね、残念ながらその、女子ワールドカップではなくて、J2 ですね。久しぶりになります。J2 の、同時視聴となります。対戦カードは、FC 町田ゼルビア対、ジェフユナイテッド市原千葉という形になります。ゼルビアはね、今年、まあ、昨年からかな。まあ、資本にね、親会社っていうのかな。そちらにこう、アベマ TV っていうんですかね、サイバーエージェントさんが、入ってきたので、ね、まあ、強化っていうか、J1 に上がるんだっていうことでね、もうどんどんね、選手を、まあ、お金をつぎ込んでってね、まあ、スタジアムも新しく建てるとかっていうお話もどこかであったような気がするんだけども、現在ね、J2 で首位ですね。で、ほぼ独走っていう形になっています。2位の、東京ヴェルディに勝ち点差で、まあ、10まではいかないけども、そこそこの勝ち点差をつけているっていうところですね。そして、対する、今日アウェーの、ジェフユナイテッド千葉。こちらは、ジェフユナイテッド市原千葉って言ったわけですかね。オリジナル10と呼ばれる、1993年の J リーグ開幕の時に、最初からこう、登録されていた、10チームのうちの、1つになります。あの時はジェフユナイテッド市原っていう名前だったんですけども、いつだったかな ?2010 年より前かな、千葉市もね、ホームタウンとして、ジェフユナイテッド市原千葉というね、2つの、市の名前がつきました。でね、普通だったらユナイテッドっていうだけなんだけども、頭にね、JEF って、ね、つくんですよね。これはね、親会社って言ったらいいのかな。JR、東日本と、古川電工の、頭文字ですね。JR、East、JE ですね。で、古川の F というふうな頭文字です。ちなみにこちらは、一般公募で付けられた名前ですので、まあ、J リーグの方もこういうよっていう形でね、承認されているので、まあ今でも使われている名前ですね。で、オリジナル10ということで、普通だったら、まあ、優勝、あ、普通だったというかね、優勝経験がまだ、リーグの方ではなくて、で、J2 に、落ちてから、こう、なかなかこうね、再浮上っていうかな、再昇格っていうのがまだ、できてないところではあります。イビチャ・オシム監督を連れてきたのは、このね、ジェフユナイテッド千葉、市原で、でね、
リーグ戦で5位まで行って最終節にこう優勝のかかってたっていうところがあったんだけども、まあ、そこ残念ながらねそこまであったってことですね。でその後、イビチャオシム監督は、日本代表にね、日本代表の監督にということで、呼ばれて、出られてきましたよね。さてちょっとまだね映像の方が来てないので、もうそろそろ来るかな。あ、来ますね。はい、ではね、今日の試合の、先発メンバーをちょっとご紹介したいと思います。あ、そうか、その前に、J1 と J2 の違いですね。ルールの違いが若干あります。外国人枠ですね、こちらJ1 だと5人なんですけども、J2 は4人まで。そして、一番の違いっていうのは VAR がないってところですね。 VAR がないんですよ。なので、怪しい判定、微妙な判定っていうのはもう審判の、笛そのまんまになっちゃいます。なので、今回は試合中にこれは出ません。 VAR チェックね、VAR チェックはないですね。ちょうど、J リーグの、この移籍期間ですね、そこから、新しく登録された選手が、昨日からね出場することができるという形になります。まあ、実際昨日は試合がないので今日からという形になりますね。まあ、それを踏まえて、まずはホームの町田からね、スタメンを、ご紹介したいと思います。まずゴールキーパー、背番号23ポープ・ウィリアム、こちら日本人の方になりますね、カタカナであります。ディフェンダー4枚です。背番号43、鈴木、背番号14、チャン・ミンギュ、背番号4、池田、背番号22、尾長、そして、ミッドフィルダーも4枚です。背番号39、ね、移籍して早速もう登録かけてきましたね、背番号39バスケス・バイロン、こちらは、一応チリの、国籍という形になってるんですけども、育ったのが日本のようです。生まれ育った出身地なんかな。うん、一応ね、小さい頃から所属してるチームっていうのは日本なんですよね。なんですけども、国籍はチリというふうに書いています。そして、背番号33松井、背番号18下田、背番号27平川、そしてフォワードが2人ですね。背番号15、ミッチェル・デューク、こちらはオーストラリア、代表ですね。そして、背番号11、エリキ監督です。こちらはね、マリノスにいたりだとかってね、最近だと中国かな、中国にいたっていう形ですね。そして、対する、千葉ですね、ここでは、市原千葉ってさっき言ったんですけども、千葉とちょっと略称させていただきます。千葉の、先発。ゴールキーパー背番号23鈴木、ディフェンダーが4枚です。背番号2、高橋、背番号13鈴木が多いので鈴木、ゴールキーパーだったら鈴木さんですね。同じね、そうだね、フィールドプレイヤーだったらちょっと、分けていこうかなとは思いますけども、そして、背番号22佐々木、背番号67日高、ミッドフィルダーもこちら4枚です。背番号16田中、背番号4、田口、背番号10、三木、背番号20、高木、フォワードもこちら2枚ですね。背番号8風間、背番号41小森という風な形になっています。ベンチからスタートのメンバー、まず町田、ゴールキーパー背番号42、福井、ディフェンダーが2人ですね。背番号2奥山、そして34番、藤原、ミッドフィルダーも2人です。背番号16宇野、そして背番号41安井、
フォワードも2人ですね。背番号25、藤尾、背番号7、荒木。そして監督は、黒田監督というふうになっています。対する千葉の、ベンチメンバー、ゴールキーパー背番号1、新井。ディフェンダー3枚です。背番号11、米倉。背番号11でディフェンダー登録というのはなかなか珍しいですけどもね。36番、松田。6番、新井。ミッドフィルダー2枚です。背番号17、福光でいいのかな。福光選手ですね。失礼しました。福光選手。そして、背番号77、ドゥドゥ選手。ドゥドゥ、ドゥドゥですね。こちらも新しく、移籍して、きましたね。で、今日から登録ということで、早速ベンチからという形になりますね。そしてフォワード1枚です。背番号9、小屋。監督は小林監督というふうになっています。さてさて。まあ、いつも通り、スコア予想やってるんですけども、町田がね、とにかくこう強いというか、まあ、続けているんですよね、この J2 の中で。なので、まあ、町田の優位っていうのは揺るがないんじゃないのかなとは思ってしまいますね。ただ、どのくらいこう点が取れるかっていうのはちょっとあまり見てないので、ちょっと順位表見てみようか。順位表で J2 で、町田が、今25試合消化して、42得点、結構取ってますね。失点が17だから、そうですね。じゃあ2対1。はい、今日は2対1と予想させていただきます。さあ、フォーメーションが、ごめんなさいね。ユニフォームは、町田が、青ですね、千葉が黄色か白か、ホームのユニフォームだと、黄色を元にした、ユニフォームなんですけどもね、どうでしょう、アウェーのユニフォームで来るのかな、白だ、そうすると白だと思うんですけどもね。一応黄色と、出しておきます。いつも通り。間違ってた後に直します。フォーメーションが、どちらもね、フォーバックという形になってるんですけども、ちょっとこの後ね、またダゾーンの方で出てくると思いますので、そちらを、参照したいと思います。あ、ちょっとこれはあれかな、ちょっと待ってくださいね。今ちょうど本当に裏でね、ザンビア対日本の、あ、もうアシュランタイムですね、後半の0対4。じゃあこちらをちょっと止めて、こちらの、ダゾンの方のね、町田対、千葉の方を、集中していきたいと思います。まもなくキックオフですね。一応18時3分キックオフ予定となっております。
会場は、町田の、祇園スタジアムで、ちょっと風がありますね。風があるけども、そうだね、晴れ、しっかりと晴れてるっていう感じ。ちょっと雲があるかなっていう感じですね。あ、選手が入ってきました。あ、そちらもホームのユニフォームですね。町田が青、千葉が黄色、黄色と緑ですね。やってみます。今、そうですね、ちょっと、勝ち点の方、また言いますけども、町田が勝ち点54で、首位を独走しています。2位に、岩田がつけて勝ち点47、3位に、東京ヴェルディ、勝ち点45というふうになっています。まあ、J2 はね、6位までに、まあ、1位と2位が自動昇格で、3位から6位が、プレーオフというふうになっています。昇格プレーオフ、今は、プレーオフ圏内だと、東京ヴェルディ、大分、そして、甲府、清水の4チームになっています。町田は 4-4-2 ですね、フォーメーション 4-4-2。あ、そうそう、これ大事なんですけども、この試合の模様は、ダゾーンの映像をもとに、行っております。そして、放送の方も、地上波とかではなくてダゾーンのみだと思います。あとはそうだね、地域のケーブルテレビとかで見られるのかな。基本的にはダゾーンだけだと、考えてください。で、当然この配信の上では、ダゾーンの音声および映像の方は映すことができませんので、各地でご用意いただくことをお願いいたします。申し訳ございません。さあ、千葉の方が 4-2-3-1 ですね。ワントップに小森選手がいるんですね。で、風間選手が、トップ下という形ですね。さあ、まもなくキックオフですね。さあ、始まりました。前半キックオフです。まずは町田からのボールですね。最初はどちらが主導権を握るかな。今はそうですね、千葉がボールを持ってますけども、町田は町田でプレッシャーを強めてますね。前に後ろに出さ、後ろに戻されると。さあ、これパントキックだ。ラインを割ってない、まだ割ってない。これを取ったのが町田。さあ、前に出してきたけども、今エレキ
エリキ選手かな走ってるんだけど、ちょっと間に合わなかったですね。さあ、今前線でプレスをかけていった町田ですけども、ちょっと、これはうまく取れなかったですね。逆に千葉が今ハーフウェイラインを越えてきました。さあどうだ、ディフェンスのライン抜けていこうとしたんですけども、ここは、パスがね、途中でカットされちゃいましたね。ただまだ千葉です。左から中央へ入れて、また中央、さあ、最後のパスが合わない。これはゴールキーパーが、対処しますね。ゴールキーパーはポープ・ウィリアムですね。ですね、町田対、千葉の、過去の対戦成績ですね。こちらは、ちょっと待って、町田チャンスですね。左サイド一旦戻して、ここからクロス、さあヘディング、これはゴールキーパー直接、ごめんなさい、町田対千葉ですね、町田から見て、7勝6分け4敗というふうな、成績になっています。違うな、町田から見て、町田から見ると4勝6分け7敗だ。なので千葉がね、勝ち越しているって形ですね。失礼しました。さあ今度は千葉が、町田の方に攻め込んでいますが、スローイングからですね、左からのスローイング。さあ今3分です。開始3分で、町田の方にシュート1本、まあ枠内シュートが1本だけども、ゴールキーパーに直接という形ですね。さあ今、ドリブルで行こうとしたんですけど、これはさすがに潰されましたね。でファウルはなしで、 J2 はね、先ほども言ったように、VAR がないので、あの微妙な判定っていうのはちょっとね、止まらないです。微妙な判定はもう審判の、笛のまんまになっちゃいますので、基本的には試合は止まらないかなっていうところですね。であとね、選手交代なんかは、J1 とかと一緒で、5人交代、そして、交代機会は3回まで。ただ、前半と後半の、ハーフタイムの時の交代は、その交代機会には含まれない、まあ、人数は含まれるけどもというところですね。さあここもね、今1本長いボールを出してきた町田なんですけども、ここは千葉のディフェンダーがしっかりと守りましたね。今のはエレキ選手のファールを取りました。ただ、今多分現地、東京の町田市どうなんでしょうね、30度近くあるのかな、ね、ここは、まあ全体的に、ね、屋根があるってわけではなくて、この会場はイオンスタジアムですね、まあ、風通しもそこまで悪くはないっていうところだと思うんですけども、やっぱりこう湿度とかね、この日本の暑さというのは異常、まあ、今年は異常ですからね。さあこれはチャンスになるか、この時点で奪うことができればなんですけども、ファウルを取りましたね審判は。そして5分経過しています。さあ、素早くリスタート千葉、ただ最終ラインに預けて一旦立て直しですね、右サイドへ。さあここからどうする、右サイドにつないでいく、ただここで引っかかった。さあ今度は町田、ただこれも千葉がしっかりとガードしますね。ただゴールキーパーまで戻したのでちょっと怖い。さあこれはことなきを得ましたね。ただ前からプレスをかけている町田、
ちょっとこういうところ危ないですね。抜け目ないですね、町田。さあ、今度は千葉がいけるんじゃないか。左サイド。うん、ボールがつながらない。今のがつながってればね。さあ、取り返しました、町田。大きく蹴っていきます。これはでも、千葉のディフェンスが、収めましたね。あれでちょっと扱いを間違ってたら、今はどっちだろう、エレキ選手の方かな、エレキ選手の方が抜けていたのかな。じゃあ今ボールは千葉です。最終ラインに戻っています。ロングボール、ロングボールというかサイドチェンジですね。右から左、一旦戻して、さあ出すところがない、後ろに戻しています。ここは焦らない、ちょっと危ないボールですけども、今度は左から右でしたね。そして中央へ、中央の前へってところだったんですけど、ここに合う選手がいませんでした、ね、逆に今度は町田の方だ。右サイドに出して、さあどうでしょう、ちょっとサポートがいないか、ディフェンスに引っかかりましたね。ただ、セカンドボール町田が取りました。もう1回、おっと今のはちょっと、今のはちょっと後ろに気が向いていませんでしたね。ただああいうのが少なくなれば、ね、J1 でもいけますよね。まあ大体こうJ2 か J1 に昇格したチームで、ああいうなんでしょう、こうほんのちょっとしたね、こうところが結構ね、こう違いがあったりするので。さあここはね、町田のファウルを取りましたね。さあ千葉が2本のパスで右サイドワンツーでもらって、うん、入れ替わろうとしてたところ、これはちょっとうまくいかなかったけど、もう一回取り返しました、高い位置で。さあこれはディフェンス抜いていける、ダメだ、いやでもクロスを入れてきた。さあ頭につないでシュートまではいけない。セカンドボールは、これは町田のファウルを取りましたね、注目のバスケスバイロンがファウルを犯しましたね。間に合わないと思って止まろうとするっていうか、こう安全にね、背中を向けてっていうだったんですけども、どうしてもこう勢いはそのまんまで、千葉の選手に当たってしまったということですね。さあ、千葉のフリーキックはこれで続きますね。さあ今9分30秒を超えています。まもなく10分ですが、まだ千葉にはシュートはないかな。さあフリーキック、ゴール正面、ただちょっと距離はありますね。どうする、直接じゃないよね。真ん中で合わせたよね。ゴールです。こちら違う。今あれですよ。フリーキックを真ん中でワンタッチ合わせたんですね。右足で。うん。本当に触っただけ。触っただけでコース変えて、そのままゴールですよ。誰だろう、鈴木選手かな、違う、13番鈴木選手ですね。
さあ、アウェイの、千葉が先制をしました。さあ今度は町がゴール前、ここはでも、千葉がこらえましたね。今左サイドエレキ選手が抜いていったんですね。コーナーキックになるのかな。そうですね、いやごめんなさい、スローイングだ、町田のスローイング、ロングスロー投げてきます。さあゴール前パンチング、さあその後クリアをしたけども、セカンドボールは町田が跳ね返している。さあここ右サイドで優位になって取りましたね町田。ただサポートが欲しいところ、結局町田の外になりましたね。さあ、先ほどロングスローがあったんだけど、ここもロングスローやりますかね。今度は右、町田から見て右からのスローイングになりますが、ロングスローしそうですね。先ほど左からは小永選手だったんですけども、今度は、43番の鈴木選手はやるそうです。さあロングスロー目指すは真ん中、もっとさあこぼれ球、ダイレクトシュートなんだけども、これはゴールの右、平川選手のシュートでしたね。今ロングスローを入れた後に千葉の選手に当たって跳ね返ってきたんですよね。で、平川選手はそのままダイレクトシュートだったんだけども、ね、ボールは右にそれていくような軌道を取ってきました。さあ今度は千葉ですね。ディフェンスの裏というか右サイド一発狙ったんですけども、いやでもセカンドボール、さあゴールキーパーが出ていったところ、もうゴールに蹴り込んだんですけども、これは町田が跳ね返しましたね。おっとっとっと、そしてその後千葉のファウルがあったんですけども、今、フリーキックねやり直しをやってますね。さあ、13分30秒経過して得点は0対1、千葉が、鈴木選手のシュートでゴール、まあ1点先制ですね。さあ右サイド行けてきました、フリーキックから。これ一旦落としてクロス、クロスだね、左に行きましたね。ここに平川選手、一旦後ろに戻したところ、ここ千葉の選手が外に出しましたね。またロングスローかな。そうですね、大永選手が今タオルで拭いてますので、ロングスローが来ます、左から。さあまた中央、これは千葉が跳ね返した、ただセカンドボールは町田がハイパント。さあ頭でつないでいくけど、オフサイドか、オフサイドが上がってましたね。さあ間もなく15分になります。千葉のシュートはだからさっきのゴールのところだけかな、今のところ。町田、今ダゾの方で出てたんですけども、町田と千葉ともにシュートは2本ずつですね。今は町田がゴールキーパーまで戻して、そして大きく受けてきました。さあこれどうだ、エレキ選手に、エレキ選手には届かない、エリキか、ね、なかなかこう言葉がうまく出ないんですけども、さあでもまた取り返しましたね町田。さあ一旦後ろに戻して、さあ裏ディフェンスの裏、ここに走り込んでますね。さあマイナスのクロス、いやまだライン出てない、もう一回右からクロスが入る、これは、低い弾道で千葉がヘディングでクリア、ただ大きくクリアできてない
これは千葉ボールのスイングに変わりますか？町田ボールだ。町田ボールのスイング。さあもうね、スローイン1本だけでゴール前ですよね。さあ一旦これは、いや、クロスというか左に出してきましたね。尾長選手がこう落として、おっと、ただこれファールですね。今尾長選手がボールを出した先、平川選手か、平川選手に対するファールを、千葉は犯してしまいましたね。でもうこれでまたチャンスですね。町田はフリーキックです。今のとプレーでイエローカードとかはないですね。左足ですね、下田選手が蹴るようです。ペナルティーエリアからだいぶ近いところなんですけども、直接は厳しい角度になってますね。左足だと。さあこれは中で合わせてくるとは思うんですけども、誰に合わせる。さあゴールに近いところ、ただ先に触ったのは千葉。今狙っていたのは走り込んだバスケスバイソンを狙っていましたね。あれ触っていなかったらそのままバスケスバイノン選手のところに行って、そのままヘディングをしていたか、それともトラップしてのシュートかという形になってたと思いますね。さあまた、町田はロングスローですね。今度右から、さあまたパンチング。ただセカンドボールは町田に出ます。ただだいぶ下げられたので、千葉もラインを上げますね。さあでも町田左サイドにこれ出てきました。そしてクロスを上げるんだけど、これは最初千葉に当たる、千葉の選手に当たる。もう一回町田がまたクロスが上がってきました。ただこれも跳ね返されてタッチ終わる。左サイドはこの平川選手がね、よく出てくる形ですね。さあスローイングですけど、またロングスローかな。どうなんだろう、どうでしょうね。あ、ロングスローだ。左からのロングスロー。さあこれも跳ね返す。ただこぼれたボール、ファール。ロングスローの後にファールがあったようですね。町田のファール。今ね、千葉がロングスローをクリアした後ですね、町田の選手の前に転がっていったんですけども、まあ、ファールという形ですね。さあ、まもなく20分になります。さあ、また町田が高い位置でボールを取った。ちょっとこのボールは強いか。ちょっとね、ボールが合わなかったですね。さあ今20分です。得点は0-1。さあ今度は千葉が町田陣内。さあ今度は右サイドで出してきた。これは先に触ったのは町田、ただこぼれ球は千葉が取っています。どうだ、右サイド。さあ横に出した、ここにいる。さあクロスが入る、奥から、町田がなんとかクリア。ただセカンドボールはもう一回千葉ですね。今のはでも惜しかったですね。左から入り込んできたとか走り込んできた選手はいたんですけども、ギリギリでね、町田の選手がクリアしましたね。さあまた左からのクリア、クロスが来ました。ただこれは、ちょっと合わないで、タッチ終わりましたので、町田のボールになりますね。
ね、低いボールで。今左から誰が来てたんだろう、千葉。さあ、ここはまた千葉のボールになりますね、スローイング。ただだいぶ押し返されています。で今ゴールキーパーまで戻して、おっと強いプレスが来た。うん、ただ手が使えるようになったのでここは収めましたけども、ちょっと危ないですよね。今すごいスピードで来ましたよね。さあこれ中盤でどうだ、ボールが暴れてるというかあまり安定しない千葉。逆に町田に取られましたね。さあまた平川選手がドリブルで上がっていく、クロス、先に触ったな千葉。ただしっかりとミッチェル・デューク選手がいるんですよね。さっきのところだ、これゴールキーパーに戻したところ。誰だ、エリキ選手かな。こうドドドドンとね、こうゴールキーパーに向かってねスピード上げてましたもんね。さあただ町田のチャンスにはなりますね。コーナーキック、あれコーナーキックって初めて、右足、あショートコーナー、一旦戻してもらってもう一回クロス。ただこれは千葉がクリア。ただセカンドボール、どっちが、町田ですね。うん、ただボールがつながらない。今度は千葉がボールをつないでいけそうかな。カウンターになる。さあ一旦落として左へ展開。さあ走り込んでるぞ、なんだボールが、ワンタッチが長い。ゴールキーパーがキャッチ、そして大きく前蹴ってくる。うん、ただこれも今度は千葉のゴールキーパーまで直接行っちゃいましたね。ただ今のカウンターはもったいなかったですね。最初のタッチがうまくねいければゴールキーパーと1対1になってっていうところだったんですけども、まあでもね、ポープ・ウィリアムス選手もねよく出てきましたよね。いいハンドルだと思います。まあでもあれでこうタッチがね、まあワンタッチがこうしっかりと足元に収まっていたらちょっとっていうところで、さあ今度町田左、また平川選手から、さあエリキ選手に出して一旦戻す形。今度は右サイドに来ました。さあクロスが入る。さあ頭で合わせたけどゴールの左でしたね。あ、ここで、飲水タイムですね、給水タイム。でも今のさ、まあ、さっきのね千葉のカウンターは良かったですよね。最後触ったのが67番日高選手か、ね、そちらの、ね、タッチがちょっと長くなっちゃいましたね。さあ給水タイムになっています。今日はね暑い、まあ、今29度、ね、町田のこの、祇園スタジアムは今29度だそうです。ただでも湿度が高いでしょうからね、 50% くらいあるんじゃないかな。さあ今ね、リプレイのところ、先制点のところを映してますけども、まあ本当に、フリーキック、長い距離のフリーキックだったので誰かに合わせるんだろうなと思ってたんですけども、ね、ディフェンスの、鈴木選手が右足でねちょこんとコースを変えただけだったんですけども、まあ、それでまあ、ね、ゴールキーパーの意図しないところに行って、ね、そのままスポンと入ってくるんですね。さあ、給水タイムが終わりますね。ね、皆さんも、ね、熱中症には気をつけて、しっかりとね、水分とあとミネラルをね取ってくださいね。
はい、すみません、失礼しました。こちらもちょっと、お水をね、コップに入れてたんですけども、さあ千葉が今左から右のサイドチェンジをかけて、さあチャンスになりますね。右サイド出してきました、クロス、おっと手が出たんじゃないか、 PK だ、 PK だ。4番の池田選手の手にクロスが当たってしまいましたね。うん、 PK の判定。さあ千葉が PK を獲得しました。追加点のチャンスになります。まあ、VAR がないのでね、 VAR もないし、なんだろう、もうね、まあ目に見えて分かっちゃったからね、今のはね、しょうがないよねって感じですけどね。さあ給水から、まだ2分経ってないんだけども、さあ、PK です。蹴るのは誰だ、背番号は見えないな。さあ助走をつけて決めました、ゴール。小森選手ですね。41番の小森選手が、PK を。で、さあ、町田としてはちょっとね、これは予想外という感じじゃないですかね。ただ千葉としてはもう、この上ない、リードにはなってるんじゃないかな。まあ、まだ2点差、2点差だって怖いところですからね。エラーが発生しました、やん、なんでだろう、ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。さあこれはミッチェル・ルークは、最前線から左サイドに上がって、ね、ぐるぐる回ってきて、今ボールを取ろうとしてるところなんですけども、スローイングに変わりましたね。な、大丈夫だ。さあこれはコーナーキックですね、町田。またさあ、左からのコーナーキック、またショートですかね。いや、キッカーが変わりますか。さあ右足で蹴ってきますね。さあ30分経過しています。これも千葉がクリア、セカンドボールは千葉がキープ。さあカウンターになるか。さあ今度右へ出した、カウンターになる。もう一回左に出すかな、そのまま行く、そのまま行く、シュート、うん、最後のシュートは弱かった。いやでもそっか、小森選手か、まあ、まあフォワードだから打ちたいとは思うけど、今ドリブルで内側に入ってくるより左に出した方が良かったような気もしないでもないけども。さあただこれコーナーキックになるのかな、千葉の。
そうですね、千葉のコーナーキックになりますね。まだ千葉のチャンスは続きます。左から右足ですね。さあ、うんと、ファーに飛んできましたけど、そこには誰もいない。さあ、ゴールキックを大きく蹴ってきました。左サイド、ミッチェル・デュークは頭でつないでってところなんですけど、セカンドボールはこれは、うん、町田が大きく前に出してきた。ただ千葉に出ますね、うん、町田としてはちょっと厳しくなってるかな、この前半は。さあ左へ、大きな展開になってきましたね千葉。さあ右サイドへ、前へ。さあ内側へ入ってきましたね、ドリブルで縦に入れてワンツー。さあ最前線キープしてる、まだこぼれ球、ダイレクトシュート、これはちょっと合わなかったですね。町田がチャンスを作り出せてないのに対して、しっかりと千葉がねシュートで終わってるような感じがしますね。さあここも大きく受けてきました、右サイド、これは町田のスローイングに変わります。かなり深い位置というかね、千葉陣内の深い位置なので、どうなんでしょう、またロングスローするのかな、ここから。そうですね、ロングスローですね。右からロングスローが飛んできます。目指すのはどこだ？どうしても先に千葉が触りますね、千葉の選手は。セカンドボールは町田。さあ右サイドにもう一回出しました。そして前へ。さあ横へ出してきた。ペナルティーエリアの中。ただこれはクロスを上げようとしたところ、スローイングに変わっちゃいましたね。で、しかもこれ千葉のスローイングになってますね。クロスを上げて、千葉の選手に当たったんですけど、その後エリキ選手にもう一回当たったって判定ですね。さあスローイング、ただここでは町田ファウルをもらいましたね。ちょっとエリキ選手がちょっとあれかな、エキサイトしてるかな。まあ、さっきのねプレーなんかもちょっと、不満があったというところもあったし、今ねファウル受けたんですけども、その時にねこうね、カードっていう感じでね、やっていたので、ちょっとあんまりやらない方がいいかな。ただ、町田の、フリーキックですね、ペナルティーエリアの近くですけども、かなり右寄りですね。右足で蹴ってきますね、43番鈴木選手が蹴りますね。さあ、先に触ったのは町田なんだけども、これはゴールの上を飛んでいってしまいましたね。で今のプレーで千葉の8番、風間選手か、ちょっとね足首を押さえてたんですけど立ち上がってますね。さあ35分経過しています。35分50秒、スコアは0対2。おっと、このゴールキックミスですね、町田に直接渡った。
さあ左に出てクロスが入る、うん、これはもう一回コーナーキック、ただ千葉のディフェンスの枚数が多いですね。かなり守備的っていう感じがしますね。まあ最初からっていう感じもするけども、一応4-1-2-3か4-2-1-3か4-2-3、あ、ごめんなさい、4-2-3-1っていう形なんだけども、このディフェンス4人、そしてボランチの2人がもう後ろに下がっているようなイメージも見えちゃいますね。6人でしか今持ってる感じ。ただコーナーキックです。左からのコーナーキック来た。今度も右足ですね。ファーサイドへ、もう一回コーナーキック、今度は右から、ん、違うか、コーナーキックだよね、町田のコーナーキック、さあ右からのコーナーキックに変わります。さあ今度は左足ですね。18番の下田選手が決めます。どこ狙ってくる、うんと、これは町田選手がいないところ。さあ千葉カウンターになるかな、これ、うーん、横に出したパスがうまくいかない、いや取り返した取り返した、カウンターになるカウンターになる。さあ3人来たぞ。さあクロスが、うん、いやまだこぼれ球、シュート、これは町田しっかり守りましたね。あー最後足がかかった。いやでも今町田は危なかったですね。で下田選手がも、ね、あの、おい、こぼれ球に追いついて前に出そうとしたところをスライディングして、そこに引っかかって、その後カウンターに走って、で、町田の選手がスライディングしたところをしっかり変わる、あ、パスを前に出して、そのスライディングでカットしようとしたところ、それを抜けていったんですよね。さあ町田のチャンス、もうフリーキックからですけど、さあ右サイドに出てきたぞ。さあ後ろからダイレクトシュート、これはゴールキーパーがスーパーセーブ、枠行ってましたね。さっきの位置のフリーキックからもうゴール前っていうのがすごいですよね。でしっかりとちゃんとシュートコースと、ね、シュートしやすいようなボールを置いて、さあ打ってっていうボールでしたね。さあそしてまた右側のコーナーキックになります、町田。さあファーサイド、うん、先に触ったのは、池田選手だったんですけども、これは、ゴールの上、ゴールを外れていってしまいましたね。おっとこれはファール、それがなりましたね。さあ、40分経過、あ、なるほど、今後ろでボールをつなごうとした千葉の選手に対して、仕掛けていったんですけど、それがファウルを取られてしまったということですね。それで今千葉の選手に上がれ上がれっていう形でゴールキーパーを促しています。どうも。さあ、こぼれ球はどっちに出る、ちょっと今、争っている最中ですね。千葉に出ました。左板戻してもう一回もらい直す、これも後ろにもう一回戻して、ここは焦りませんね。そして右へ出してきました。先に触ったのは町田、ただこのままタッチ終わっちゃいますね。さあ千葉のスローイングです。ここはチャンスになるかな。
左サイドにはちょっと誰もいない。さあ右サイドに出してかなり窮屈な形だったけども出してきましたね。そして通っている、一旦後ろに戻して横に出す。さあ縦に、うん、これはしっかりとディフェンス。その後どうだ、町田がカウンターに行けるかな。行けますね、行ける行ける行ける。さあもう一回、うーん、中に折り返したボール、ディフェンスに当たってゴールキーパーがなんとかキャッチしましたね。ただこれそうだね、今バスケスバイロンが股の下を、股の間、足と足の間を、狙ったパスだったんじゃないのかな。そこで引っかかっちゃったってことですかね。さあまた、これは、千葉のスローイング、ファールかな、ファールイン、ファールで、フリーキック、千葉のフリーキックですね、ごめんなさい、ちょっと変な感じでやったんですね。そうですね、千葉のフリーキックですね、町田のファール。さあ大きく出てきました、右サイド後ろに、つなげて、さあ2人に囲まれている、これはゴールキックに変わりますね。さあ、42分30秒まもなくね、前半45分になりますけども、スコアは0対2のまんま。さあ、これは最後に触ったのは千葉の、選手で、町田のスローイングですけども、この位置だとロングスローはしませんね、さすがに。ただそのスローイングはミッチェル・デュークに入って、一旦後ろに、さあエリキに入る、ペナルティーエリアの中3人、2人に囲まれる。ただまだクリアボールは小さいぞ。で、その後のボールはまた町田が取りました。もう一回左につけて前へ、さあクロスが入る。さあ後ろから走り込んできたけど、これはゴールキック、バスケスバイオンが今走り込んできましたね。ただしっかりとディフェンスもついてましたね、ディフェンスもいましたねって感じか。バスケスバイオン選手にしっかりとついていたわけじゃなくて、あの落下点にいた形ですね。さあゴールキック、これ大きく蹴ってきました。今44分経過しています、あと1分ですね。アディショナルタイムはどれくらいかな、まあ給水タイムがあったので1分ぐらい、1分か2分だと思うんですけども、どうでしょうね、よいしょ。さあここは千葉がまたチャンス、ドリブルで、あ、右サイド出してきた。さあ、内に入れて、シュート、うん、わずかにゴールの左。ただ、千葉がこう、決定機っていうんですかね、こういう場面が多いですよね。シュートで終わるっていうのが多い。さあ、45分です。アディショナルタイムは2分です。さあ町田右サイドボールがつながります、クロスが入る、うっと、さあこぼれ球、ちょっとワンタッチが長い。そしてエリキ選手と13番誰だ、鈴木選手、あ、先制ゴールの鈴木選手はちょっと接触して痛がっていますね。どちらも結構激しいものがあったぞ今。おっと、エニキ選手にイエローカードね、エニキ選手だけかな。
そうですね、英輝選手だけですね。ただ前半からね、まあ点を入れられてからなんですけどもね、ちょっとエキサイトしてる感じなので、今前半で1枚もらっちゃったからちょっと怖いですね、町田としては。さあ、まもなく、2分になりますけども、今の接触のところで時間が取られていると思うので、少しは長くなるかなと思いますね、町田さんに。さあ、今47分です。ボールは今千葉陣内、町田が右サイドでっていうところですね。ただこれはしっかりと千葉がタッチを割ってスローイングだ、ロングスローはしない。さあ、そっからクロスが入る、うん、最後合わせたんですけども、これもゴールの上ですね。頭で33番、松井選手が合わせましたね。さあ、ここで前半終了です。前半終了。さあ、前半終了で0対2ですね。千葉が、2点リードで折り返しという形になりました。なんだろう、カウンターサッカーというかね、そう、少ない手数でゴールを目指す町田だと思うんですけども、逆にそれをやられちゃってる感じですよね。で、2回のチャンスという、まあ、最初のチャンスはね、しっかり決められてしまったし、2回目のは、まあ、ね、ハンドからの PK だから、まあ、仕方がないというかね、まあ、PK だから、まあ、大体ね。ただ、その後ですよね、千葉にね、かなりカウンターを決められて、ね、シュートで終わってる千葉がね。そういう点は、逆に町田がやりたいところだと思うんですけども、まあ、町田も町田でこうカウンター気味っていうかね、千葉の、高い位置で、ね、ボールを奪ったりとか、してたんですけども、最後のね枠に行くっていうところ、枠にこう飛ばすっていうところがうまくいかなかったっていうところかな、今のところ。ただ問題はね、エリキ選手じゃないかなと思います、ね、今イエローカード、あ、そうだ、イエローカードね、イエローカード1枚もらっちゃってるので、前半でね、まあ当然後半もう1枚もらっちゃうと退場になっちゃいますから、そこをどうするかですよね、監督としては。まあ当然こう2点取って初めて勝ち点1で、3点逆転してね、勝ち点3が見えてくるってところなんで、後半どうやってくるかですよね。さあ、ちょっとここで休憩をさせていただきます。ごめんなさいね。そうだそうだ、今日この J2 ですね、同じ時間帯で1試合行われています。18時キックオフなんですけども、栃木対、清水、こちらが今、前半終了かな、0対1で、いや前半に終了じゃない、前半51分になってますね。前半51分で、0対1、清水がリードで、まだ前半終わっていませんという形ですね。
で、JS2 は15時キックオフの、奈良対、富山、こちらは1対2で富山の勝ち。そして18時キックオフで、相模原対今治、こちら0対0、そして同じ18時、松本対八戸、こちら松本が1点リード、岐阜対、長野、こちら0対0、まだ得点が入ってないですね。宮崎対沼津は1対0、宮崎がリード。そして、18時30分キックオフ、琉球対 YS 横浜、こちら1対1で、今推移しているというところですね。で、J1 は、延期分のね、神戸対川崎が、この後19時から行われます。さあ、というわけでちょっとね、休憩をさせてください。前半、後半がね、始まる前に戻ってきます。ちょっとお待ちください。
すみません、戻ってきました。まだね、ハーフタイムの最中になっています。そしてちょうどこの裏ですね、いや、どうだろう、チーム勝利戦ですね。ちょっと待ってくださいね。今ヨーロッパのね、クラブが、日本にね、遠征というかね、ジャパンツアーという形でね、いろいろ来てる形なんですけども、今どこだっけ、セルティックとか言いますよね。今日はなかったかな、セルティックじゃなくて、まあマンチェスターユナイテッドとかマンチェスターシティとかね、来てますけども、今日はあれだ、ガンバ大阪対セルティックが行われるんですね、19時から、この後。ということは今始まってるのかな。セルティックジャパンツアーのですね、それで、今、先発、ガンバの方が先発が発表されていますね。ゴールキーパーが、谷選手で、ディフェンスが、福岡、三浦、黒川、柳沢、ミッドフィルダーが、4人、福田、ネタナビ、杉山、石毛、フォワードが宇佐美と、鈴木武蔵という形ですね。セルティックはどうなってるんだろう。ね、ちょっと気になりますけども、どこで見られるかがね、あ、ワウワウか、ワウワウでしか見られないっていう形なので、ワウワウだってかな。まあ今ね、コンテンツの奪い合いになっちゃってるのでね、どこでね、どの試合が見られるかっていうのは難しいですよね。で、こちらのね、チャンネルの方では、シムスクラウンのチャンネルの方では、サッカー、まあ基本的には J1 ですね、あとは、日本代表戦、それとあとはたまにですね、海外ヨーロッパの、日本人選手の所属チームの試合とかですね、そちらをやっています。あとはご自身ですね。で、あとは F1 の方ですね、 F1 の方の決勝の方だけを同時賞で、やる形になっています。あとはね、気が向いたらというか、こう気になったものをね、ちょこちょことやっていたりしますので、よろしくお願いします。あとはゲームやってるとかありますね。さあ、選手が戻ってきてますね。交代はあるのかな。まずは選手、千葉の方がね、移されていますね。町田が、あ、今は町田の方が戻ってきてますね。さあ、現状0対2なんですけども、後半にね、覆す、策は出てくるかというところですね。逆に千葉としてはその隙をついてカウンターで3点目4点目っていうところだと思いますけども、どうでしょう、選手交代はなさそうかな。
町田としては枠内シュートの数を増やすことじゃないのかなとは思うんだけども、7番、選手交代ありますね。町田の方だ、2人だ、選手交代22番の尾長選手ですね。尾長選手 と、18番の下田選手に変えてですね、変わって、7番の選手と後半が始まっています。ごめんなさい、ちょっと待ってね。さあ後半キックオフです。さあ選手交代の方ね、誰が出たかっていうのが分かったら、出していきます。ちょっと待っててくださいね。さあまた千葉が、チャンスになった。いや、これは跳ね返しましたか。セカンドボール、町田が取っていますね。カウンターになるかな。速攻にはいけそう。あーダメだ。いや、もう一回いける、もう一回いける。左サイド、あーボールが、平川選手違うね。あ、16番の宇野選手、失礼しました。今選手交代の方を出しますね。ミッドフィルダーので、下田選手だから、さあどうでしょう。ゴール前、ここもしっかりと千葉がディフェンスしましたが、セカンドボール町田、今度は右へ行くのかな。さあ大きなボール、ここが合わない。うわー、いいボールだったんですね。ただエリキ選手のワンタッチがちょっとうまくいかなかった、トラップですね。さあまた町田が、ボールを取ったところでファウルをもらいました。そこから早い展開、左手行ってます。さあここはチャンス、そのシュートしたんですけども阻まれた。ここもファールだ。さあゴールの正面、ペナルティーエリアのすぐ外、そこでフリーキックを得ましたね。今入った宇野選手が、シュートに行こうとしたところかな。そこに、千葉の選手が、足を出したところ、フェアになりますね。さあ町田にしてはもうこれは願ったり叶ったりのチャンスですね。どうだろう、でも直接は厳しいのかな、距離が逆に近いのかもしれない。で、宇野選手は、ミッドフィルダーの選手なんですけども、ディフェンスラインの尾長選手に変えて、そして、荒木選手はフォワードなんだけどもミッドフィルダー、ミッドフィルダーのね下田選手に変えてなんですけども、まあ攻撃的に来たってことですよね、若干ね。さあ、バスケスバイゴン選手ともう一人鈴木選手か、43番の鈴木選手か、39番のバスケスバイデンか、今どちらかが今蹴ろうとしてね、ボールのとこにいますね。
で、壁はもうね、しっかりとゴールの前、ゴールの前とかね、黄色い壁が一列並んでいます。さあどっちが蹴る、左足バスケスバイド、右足鈴木、右足、直接行ったんですけどわずかに上、ちょっと落ちきらなかったというか、さあ今度はおっと、これは町田がファールを犯した、千葉のボールですね。さあ、まもなく後半が始まって5分になりますね。さあ、千葉が右へ展開しようとしたボール、これを取りましたと、そこの後でファールがありました。そこのところか、そこのところでファールがあって、ちょっと待って、大丈夫か、今エリキとねバスケスバイロンがあれこれ話し合って、あと監督も交えてって形ですかね。監督になんかエリキが訴えてたような気がするんですけども。さあ、フリーキック、長いボール蹴ってきました。さあゴール前に上げてくる、さあシュートまでいけるか、これ弾かれた、いやまだある、どうだ、いやクリアされちゃいましたね。これはゴールキーパーまで戻してもう一回やり直し、まあでも千葉のカウンターにつなげなかったというところは良かったですけども。さあその後ですね、もう一回また今度千葉のカウンターになりそうですね。そこに入りそう、左サイドにボールが出ています、クロスが入る、これはディフェンスの体に当たってもう一回町田が取りましたね。ただちょっとボールのつなぎが短いかな、でバスケスバイドンが一人でってなっちゃってますね。ファールだ、ここで千葉のファール、ちょっとここで孤立しちゃってるというか、さあフリックまた長く蹴ってきましたね。左サイドに抜ければ、抜けましたね、なんとか抜けましたね。さあクロスが上がる、セカンドボールは、おっとこれ千葉のボールになりそう、いやなんとか体を張って止めましたね町田。ファールなしで左サイドつなげています。さあエリキに出たクロス、これはゴールキーパー直接だ。さあここも町田が高い位置で取りましたね。さあ中央、さあミッチェル・ジュークシュート、うっとポスト、さあここ跳ね返ったところ、荒木選手がいたんですけども、これはゴールの外、いやあの角度がないとこでもこう打ってきましたねミッチェル・ジューク。ただ町田から見て左の、ポストにカコンとね当たってしまいました。でその跳ね返りがね正面町田のこう荒木選手にいたんですけども、まあ浮いてしまったというかね。ただここに来て町田がだいぶ攻勢にはなってきたのかな、後半選手変えてね、攻撃的に、変えてきたというところで。ただ小長選手のねロングスローはなくなっちゃいましたけども、
さあ長いボールを待ちかけてきました。これは千葉がクリア。さあもう一回町田が取り返しましたね。ただこぼれてる左、これは千葉が獲得。ただ低い位置、千葉の低い位置、おっとファールだ、町田のファール。エリキ選手は少し落ち着いたのかな、冷静になったのかな、これは、うん、さあ千葉大きく受けてきました右サイド。ただこれは、うん、ディフェンスが対応だけども、その後のボール、さあもう一回取り返した、にょっとファール。あ、ちょっと待って、今手が出たぞ。で今イエローカードを言う準備してますけども、主審が千葉の選手を呼んでますね。先ほど手が出たから、いや両方に出ましたね、イエローカード2人に出ましたね。イエローカード町田の方と町田の、町田の27番、ひら、あ、次節出場停止になってる。町田の、平川選手と、千葉の田中選手にそれぞれイエローカードですね。で、さあ千葉のフリーキック、おっと直接狙ってきましたけど枠の外、コーナーキックになる。さあ、千葉のコーナーキックになります。右からですね。よいしょ、さあ右からのコーナーキックです。右足、これはクリア。セカンドボール、もう一回千葉に出る、いや町田が取り返した。こっからドリブル、さあ後ろに落として大きく蹴ってきましたね。ただ前に選手がいない、これは千葉に取られますね。千葉も大きく蹴ってきましたね。ここは落ち着かせる感じかな。よいしょ、さあここは落ち着いて回していますね、町田。ゴールキーパーが左へ出して、さあ左サイド、うん、ただこれはちょっとボールが内側入っちゃいましたね、千葉の方に。そして今度は千葉のボール、さあロン、さあディフェンスの真ん中、小森選手がちょっとトラップをミスしてしまいましたが、いやその後のボール、ここも仕掛けてきましたね千葉。ただなんとかボールは町田、うん、さあ町田が今ディフェンスラインのところ、道枝陸に、ボールを入れてポストプレーですね。そして、右に出してバスケスバイロンからクロス、ただこれは千葉が、先に触って、もう一回クロス、
最後触ったのはミッチェル・ジューク、ただこれはゴールキーパーに直接、ね、右からクロス入れて最初クリアされたんだけどもう一回左からクロス、最後は、ミッチェル・ジューク、ただ、ゴールキーパーの正面ですね。さあここも大きく出てきます千葉、このボールはどっちが制するかな。町田が今キープしています、右へ出してきた。さあここにミッチェル・ジューク、さあゴール前は2人マイナス、さあエリキ、うん、シュート、さあ手に当たったとアピールしてるが VR はないぞ。さあただまだボールはつながっている、左からクロス、さあゴールキーパーが弾く、ただまだ右、バスケス・バイロンがキープして後ろに戻してクロス、うーん、これはボールは正確じゃない。でさっきエリキがシュートしたところでエリキがこう手に当たった手に当たったってアピールはしてたんですけども、 VAR がないのでそれは無駄です、無駄です。逆にこうイエローカードの対象になっちゃうかもしれないのであれはやめた方がいいと思うんだけどな。さあ、直近15分のデータということで、まあ、後半が始まってからのデータですねが出ています。シュートの本数、町田が5本、千葉が1本という形になっています。さあ、また町田が右からバスケス・バイロンがディフェンスを振り切ろうとしているところ、一旦後ろに戻してさあ1人かわして左足でクロス、ただこれは先にディフェンスが触る、そのままタッチに行きますね。さあで、町田がまた選手交代をというところですね。町田の、33番松井選手に変えて、さあ、そしてここでまた、ロングスローですね、左からのロングスロー、そうか今度は両方とも鈴木選手がいるのか、左からロングスローが来ますね。町田先に触ったのは千葉、ただセカンドボールは町田が、ん？これは直接クロス？ただこれは大きくいっちゃいましたね。松井選手に代わって、あ、フォワードの藤尾選手を入れたんですね。さあ、ここは千葉が真ん中でキープ。ボールがつながっています。左、さあ1人かわした、横に出して、さあ後ろから来た選手、さあクロスが入る、ヘディングでクリア、小さい、さあまだつなぐ町田、さあ道に行くまで行きましたね。さあまだつながってる、つながってる町田が、ただ後ろに戻しましたね、一旦やり直しですね。ただ、もっと左にやり出したところでボールは繋がらなかった感じですね。さあ、また町田が高い位置でボールを切っています。右サイド。徹底的にバスケスバイロン使ってきますね。クロス、これも千葉の選手に当たりますね。そして、千葉がここで2人選手変えますね。
17番と11番、福光選手と米倉選手、ただここは、マッチダムチャンスになりますね。右からの、ロングスロー、さあこぼれ球、顔に入ったかな、止めた、審判止めた。今一瞬どうしようかなって考えてた感じですけども、止めましたね。町田のフリーキックから再開、おっと最後はちょっと合わなかった。で、風間選手か、さあここで、給水ですね。給水タイムが取られます。65分で給水タイムか。で、今ちょうど前半の得点シーンですね。そこが2プレーで映し出されています。後半に入って選手を変えたりして、町田がね、だいぶ押し込んでいるっていう形にはなってるし、ね、なんですけども、まあ、得点にはなってないよねっていうところですよね。残念ながら。で、今のところ町田が3人、千葉が2人選手を変えています。ただ千葉は千葉でね、カウンターが鋭いというかすごいですよね。しっかりとシュートまで、後半もねシュートまでいってますからね。さあ千葉の、ゴールキックから再開ですね。これはちょっとミスキックかな、そのままタッチ終わってしまいましたね。町田のスローイング、さあここはファールなしで取り返しました千葉。ただここはプレスが強い、左に出して、さあ中央に戻す、前に出して後ろに戻す、今度は右へ、さあ右サイドでボールコイコイとそこに出しましたね。さあここはディフェンスがしっかり対応、ただセカンドボールチッパーですね。さあ内側に入ってきた、縦に、うん、これは町田がカット、さあ前に出してきたところ、これも千葉が見返しました。さあ縦に入れてもう一回もらい直して左横ですね、そのして今度は左の前へ、後ろに戻して、今度は右を狙ってくるの？右ですね。一旦戻して、
さあ最終ラインから今度は左、ここはでも無理はしないでしょうね。あー、町田がちょっと、無理をしに行ってファールですね。さあ、間もなく70分になります。今69分超えたところ。千葉の、フリーキックになりますね。ね、あ、まだフリーキック来てない。さあ、今度は左から右へ展開、そして頭で、さあ中央、うん、これはゴールキーパーが直接キャッチ、そして大きく受けてきました。狙うは右サイド、うん、ただこれもあの同じような形でゴールキーパーまで行ってしまいましたね。そして、今度は千葉は大きく受けてこない。さ、中央での競り合い、勝ったのは町田、ただサポートがいない、サポートがいない。ただこれは町田のスローイングですかね。さあ70分経過しています。さあスローイングからのボール、千葉が大きくクリアをしたんですが、うん、町田のこれはボールのつなぎのミスかな、それともクリアを、最善にしたのかな。千葉の、スローイングに変わりますね。さあ千葉のボールのつなぎを取れそうだったんですけども、これはどうでしょうか、うん、取りましたね。さあ一番前で取りました。バスケスバイドに入って、さあ右サイド2人来た、クロス、さあ真ん中で合わせた、さあこれで1点差です。頭で合わせてぴったりでしたね。これで1点差です。1対2。さあこのあともう1点もう2点か、勝ち点3を取るためにはもう2点ですね。72分、72分で1点を返しました。さあまたでも千葉が来る、こう少ない人数少ない手数できますね。さあシュート、あった、後ろにこぼした、ゴール、三木選手10番ですね。低いシュート、さあちょっと町田としてはこれは意図できなかったところじゃないかなと。さあでもここは、まあ、左サイド抜けてきましたね。クロスマイナス、おっと、
マイナスのクロスは弾かれたんですけども、あわやオウンゴールというところでしたね。ただコーナーキックにあります、町田。うまい具合に左に抜けてきましたね。さあ今ね、数分のうちに2点が決まったわけですけど、さあコーナーキックからすでに始まっています。で、一旦跳ね返されたボール、取るのはどっちだ、千葉に取る、千葉が出る、いやファールだ、千葉に出たんですけども、最後競った時にファール取られましたね。さあただ遠いとこからのフリーキックになります。さあミッチェル・デュークに合わせてくる、ミッチェル・デュークをこうめがけて蹴ってきましたね。ヘディングで勝って最後エリキ選手が入ってきたんですけども、ゴールキーパーと、まあ、競り合いになってキーパーチャージを取られてますね。で今キーパー、鈴木選手がちょっとね、倒れているんで、試合が止まっています。さあ75分経過。はい、小松さんこんばんは、はじめまして、秋田サポなんですね、よろしくお願いします。さあ残り15分ですね、残り15分での、町田の得点数が13、千葉が9、失点は町田が7、失点が9ということで、秋田は今日は今試合中なんですね。なるほど、今0対0だ、山口と対戦されているんですね。さあここはオフサイドかな、はい、よろしくお願いします。今週と来週はね、多分 J2 を、扱うかなと思います。基本的には J1 とか、あとは、日本代表戦とか、ね、あとは日本人選手の所属する、ヨーロッパのね、試合だとかっていう形になるかなと思います、ね。よろしくお願いします。さあここはまた千葉の外野に変わりましたね。さあちょっと町田としてはやりづらいというか、まあ、後半始まってから、ね、選手交代して、自分たちのペースに持っていったような感じにはなったんですけども、3点目がねちょっとびっくりしたって感じだったな。町田が今のところ16本のシュート、千葉が10本のシュート、枠内シュートは7本でしたね。さあここをまた町田がゴールに迫っています。さあ中央縦に入れる、ただこれは跳ね返される、もう一回。さあ右サイドの裏、これは跳ね返される。そして千葉がボールをつなげる、さあカウンターになるか、ディフェンダーと1対1、これはゴールキーパーに戻しました。ただその後のボールちょっと怖いぞ、2人に囲まれてくる、ボールはつながってる。さあ今度またロングボール、さあミチェル・デュークが前に出ていく、シュート、さあこれ弾き返す、ゴールキーパーがなんとか弾きましたね。怖かった、すごい。ジェフ・サボさんこんにちは、こんばんは、いらっしゃいませ。もう4-1や5-1にしてくれっていう、ただカウンターがねこう的確にね行ってるので、町田としてもこう後ろを警戒しながらっていう形なのかなと思うんですよね。さあ町田のロングスロー、今日はちょっと決まってないけども、ロングスローのところでファールがありましたね。ミッチェル・デュークかなのファールですかね。さあ今78分経過しています。ちょっと待って、67番の選手、日高選手はちょっと倒れてるぞ、倒れたまんまですね。で池田選手がちょっと違うか、
ちょっと日高選手はダメだっていうことをジェスターで出してますね。ちょっと立てないですね。試合止めてます。審判が今試合止めてます。単価を要求してますね。これは交代せざるを得ないかな。誰が出てくるかな。ゴヤ選手、ただ日高選手は自分でもうダメだっていう風なね判断を出してますので、変えざるを得ないんじゃないかな。さあ誰が出てくるでしょう。ゴヤ選手、違う、2人変えるんですね。9番のゴヤ、41番、ゴールを決めた小森選手に代わって小屋選手と飯高選手に代わって、はい、こんな感じですね。だから、ちょっと待ってくださいね。今変えますから。飯高選手はディフェンスの子か。日高選手に代わって、新井選手で、小森選手に代わって小屋選手ってですね。ただ小森選手もすごい効いてたような気がするんだけどもね。さあ、そして町田がここで選手交代。バスケスバイロに代わって安井選手ですね。41番の安井選手。さあここは千葉のスローイングか。ただ深い位置まで行っちゃいましたね。で時間がもう82分か、10分なくなっちゃいましたね。あとはアジアンタイム、どうしますかね。点差は2点で、今バスケスバイロン選手を変えたでしょ。よいしょ、勝ったぞ、さすがに千葉。セクシービーストさん、こんばんは、いらっしゃいませ。得点はね、1対3、2点差になっています。残り10分とアディショナルタイム。ただここで、町田のフリーキックになります。ただ直接は無理な距離なので、どっかで合わせてくるかなと思います。ただミッチェル・デュークが基本的にはターゲット。さあどうだ、千葉が跳ね返す。ただその先にはポープ・ウィリアムしかいないかですね。さあ大きく蹴ってがボール、これに対して町田が来るんですけども、これも跳ね返す千葉。そして繋いでいけるか、いける、カウンター左サイド。さあどうだ、ドリブルでいくのかこれ。いや止まった、後ろに戻して、さあまた前に出す。右サイドで人が呼んでますね、1人。さあ前に行こうとしたところ、ここは跳ね返されました。今度逆に町田、じゃあゴールキーパーがここにいる。落ち着いて処理しましたね。
ノットのファールだ。町田のファールですね。ボールのつなぎ方が冷静ですよね、千葉。さあフリーキックからなんですけども、これはどっちに出るかな。千葉が取りそうかな。取りましたかね。右サイド、うん、こぼれ球また千葉に出ました。真ん中後ろに戻して左、さあここからクロス走り込んでる。さあ先にサーバンドはシュートに行ったのは千葉。さあ最後まだまだゴール前。さあここは一旦後ろに戻す、やり直し。いやでも今よくキーパー出たりしましたね。あーここでトラップミス。さあ千葉の、あごめんなさい、町田のスローイングです。ただ残り5分切りました。あとはアディショナルタイム。これはどっちのスローイングだ。千葉のスローイングですね。さあ町田が前へ前へと大きく蹴ってきます。さあまたディフェンスの裏をというところですね。こぼれ球は千葉の選手に当てて町田のスローイング。ただこの位置だとロングスローが来るね、来ますね。さあロングスローが来ます。ただこれも千葉が跳ね返す。おっと、今シュートを打った宇野選手のハンド。ただ今シュートをねまともにお腹で受けた千葉の選手はちょっとうずくまっちゃってますね。大丈夫かな。うん、ここも試合止めてますね。タイム時計止めてますね。さあ残り3分になります。87分。入りました。で、得点は1対3。ただ今時計は止まっています。さあ、千葉のフリーキックから再開。おっとそのままタッチを割っちゃいましたね。さあこのスローイングをゴールキーパーに戻して、そして選手には上がれと指示してますね。もうそして頭でつないでっていうところなんですけども、もう一回町田のスローイング。ここからロングスローは使わないですね。距離ゴールよりちょっと遠い。さあ胸で落として、さあゴール前に入れてきた。ただこれも跳ね返す。跳ね返した後に千葉のボールがつながるんですよね。さあカウンターに行けるか。ゴヤ選手がドリブル。ただちょっと誰もいない。さあシュートに行った、うん、押し込めない。こぼれたところに走り込んできたんですけども、最後押し込めなかったですね。いやでもゴヤ選手よくあそこシュート行きましたよね。まあシュートしか手がないって感じですけども。さあコーナーキック、コーナーキックですね。千葉のコーナーキックになります。え、ここでドゥドゥー16番の、田中選手に代わって
77番のドゥドゥが来ます。さあコーナーキック、おっとここは時間を使いに来たのかな。で今スローイングに変わってますね。いや、それともコーナーキックじゃなくてスローイングだったのかな、ちょっとわかんない。ただ今時間を使うとコーナーフラッグのとこにボールを寄せてますね、千葉。そこに選手が密集してます。さあこれは町田ボールになってですけども、かなり深い位置だな。さあ跳ね返す千葉、ここも千葉がつな、いや町田が取り返しました。いやた、うん、もう一回千葉が取り返す、んファールだ、ここでファール。さあ、後半アディショナルタイム、おっと5分だ。さあフリーキック、千葉のフリーキック、さあセカンドボールは千葉、さあボールはつながる、シュート、うん弾いた、うん、はオフサイドだ。いやでも千葉のこうボールがつながるというかシュートまで行きますよね。今のはオフサイドでありましたけども、さあこれはこのボールどっちが取るかな。うーん、千葉のボールになりましたけどクリアになりますね。タッチに逃れて町田のスローイング、そして1分20秒経過しています。さあ町田がゴール前左に出す、さあクロスが上がる、ミッチェル・ユークに合わせたけどもゴールの右。さあ2分経過、あと3分。千葉は今これで5人変えましたね。で町田はまだ1人いるんですけども、ただもう攻撃の選手は使い切っちゃってるんですね。さあこのボールはどっちがキープするかな。町田がゴールキーパーに戻しましたが、そこの前ですね、千葉の選手がオフサイドということで旗が上がっています。さあ2分30秒40秒になりました。さあ長いボール頭でつないでいこうとしたところ、そのままゴールキーパーまで行っちゃいました。ここでキャッチ。さあ93分、あと2分。さあどっとまた、ああ試合か、これはタッチですね。町田ボールのスローイング、さあ早く再開しています。そして長いボールを蹴ってきた、ただこれは千葉が跳ね返す、そしてセカンドボールは町田、一旦後ろに戻して右を伺っていますね。縦に入れる、さあディフェンスの裏、うんこれはでも先にディフェンスが取りましたね。さあここファールなし、ファールなし、ペナルティーエリアの中に入ってるけどもなんとかかき出した。さあ中盤、
また町田はどんどんとにかく前に前にと蹴ってきますね。さあ94分経過、一旦ゴールキーパーまで戻してまたロングキック。さあただ千葉はこれクリア、セーフティー第一ですね。タッチ終わりました。さあここもおっとロングキックのところでファールか、ロングキックのところで千葉の選手に当たったんですけども、その時に手が当たったかな、フリーキックになりましたね。うん、さあもう10秒ほど、さあ、また町田はロングキックゴール前、そして千葉はとにかくクリア、そして今5分経過、さあここで試合終了です。さあ千葉が、1対3で勝ちましたということです ね、おめでとうございます千葉のね、伊佐方の皆様。そして町田からすると3失点っていうのがなんか今シーズン初めてらしいですね。でなんだろう、前半からちょっとなんだろう、なんかね今こううまい具合にはいってなかったよなっていう感じはしてたんですけども、で千葉は千葉でねこうカウンターをしっかりと、シュートまでね持っていったというところが、まあ、得点につながったんじゃないのかなとは思いますね。でもエリキ選手もあれだよね、前半の最後にはちょっと、エキサイトしてたんですけども、途中後半に入っ後半というかね、まあ、ハーフタイムに入ってだいぶ落ち着きましたよね。で選手を入れ替えて前とね攻勢かけて、で1点返したんですけども、その1点返した後のね、3点目がちょっともったいなかったかなっていうところですね。ただ、これで、町田はちょっとね、足踏みという形ですけども、まだまだ、順位は変わらずということでね。さてじゃあ、今日の、結果とかね、途中経過とかちょっと見ていきたいと思います。まず同じ時間帯で始まった、栃木対清水ですね。こちらは、後半50分になっているんですけども、今1対1同点に追いついてますね。栃木が1対1、そして、こちらね町田対千葉は1対3で、19時キックオフです。山形対長崎、こちら前半が終わっています。2対0で山形がリード。そして藤枝対金沢、こちらも前半が終わっています。1対0、藤枝がリード。そして、山口対秋田、こちら前半終了で、スコアレス、スコアレスで折り返しています。で、徳島対甲府も、0対0で、前半終了。そして大分対いわき、前半終了、いわきがリードして前半終了しています。そして、残りは明日の19時か18時と19時の試合ですね。で、J3、まず15時キックオフ、奈良対、富山、こちらは1対2で富山の勝利、相模原対今治、こちら0対0で試合終了。そして、同じ18時、松本対八戸は3対0で松本が勝利、岐阜対長野は1対1の引き分け、宮崎対沼津は1対0、宮崎の勝利。そして18時30分キックオフ、琉球対 YS 横浜、こちら2対2で後半22分になっています。そして、福島対北九州19時キックオフ、1対0で前半終了。
福島がリード、そして、鳥取対岩手、こちらも19時キックオフですね、0対0で、前半折り返しというふうになっています。で J1、J1 の延期分ですね、神戸対川崎19時キックオフ、前半終了して0対2、川崎がリードしていますということで、じゃあ現在のね、今の試合が終わったところでの、J2 の順位を見ていきたいと思います。トップは首位はね町田、変わらず勝ち点54、2位に岩田勝ち点47、3位に東京ヴェルディ、勝ち点45、大分、清水、甲府というふうにつながっています。そして7位以下、長崎、群馬、岡山、千葉がこの勝ち点3で今 10位にね、順位が上がっていますね。試合前は15位だったんですけども今10位に、順位が上がっています。で、ね、鈴木大輔ゴール、小森選手もゴールでね、ありがとうございましたね。三木選手もねゴールしましたね。最初の鈴木選手のねゴールが見事だったなと思いますね。クロスに対し、まあフリーキックのクロスに対してね、本当に合わせただけというかね、コースを変えただけでね、スポンといってましたね。いや、こちらこそありがとうございました。佐々木さんありがとうございます。そして、順位の方ですね、現在のところ、藤枝、熊本、山形、仙台、秋田、山口、水戸、栃木が一つ上がってるのかな。で徳島、いわき、金沢、そして大宮と続いていますが、大宮はちょっと厳しいですよね。今、金沢との勝ち点差が9で、今いわきがリードしているからね。さあ J3 はどうだろう。 J3 は、富山が、まあ、勝ち点36になってますね。愛媛と入れ替わってる。ただ愛媛は明日か。愛媛は明日ですね。鹿児島との直接対決なんですね、愛媛は。で3位に鹿児島、以下沼津、今治、松本、奈良、岐阜、FC 大阪、八戸、宮崎、盛岡、鳥取、長野、琉球、さぬき、YS 横浜、福島、北九州、そして相模原かという形になりますね。というわけでね、こちら、まあ、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。でね、たくさんの方にアクセスいただきましてありがとうございました。またね、来週多分 J2 があると思うので、そちらを、まあ、できればねやっていきたいと思っているんですけど、ちょっと待ってくださいね。来週はそうですね、あ、そうか、29日はあれか、ちょっともしかしたら29日は厳しいかもしれませんけども、うん、まあ、またね、お付き合いいただければと思います。 J1、J2 ケース、まあ基本的にはね、J1 とか、代表とか、またこの後ね、まあ明日だと F1 だからね、やってますので、ね、気になった方はぜひお願いします。それでは、改めてね、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。そして、お疲れ様でした。この時間の相手は個人の11は皆様に最初のこと1番清水さんがお送りしました。スコアは1対3で、千葉が、ね、勝利しました。勝ち点3ですね。それではまた、ね、バイバイ、ありがとうございました。お疲れ様でした。